芝桜の遊んだ変な鳥居のところに来てます。これですね、これが見えたんで来てみました。世にも不思議の木、大ですよね、これね、漢字がね近藤造園、人ん家ですか、これは。人ん家、いや、家では。これ勝手に入っちゃっていい。あ、うん、大丈夫ですか。神社的な入学祝いって書いてあるよ、ね、めでたい、ようでめでたくない、あ、ないってます。じゃあ失礼します。実に宗教的観音様が寝ています。見てください。ここですか、これ。でも前も来た時もどこが逃げてるか分かんない。商売繁盛、これは三里のパワースポット的な感じになるんですかね。芝桜の写真も貼ってあります。宝くじいっぱい貼ってあります。これ全部外れですよね。本当に当たるんですか。ここに観音様が眠っていると思いきや、中は多分物置です。以上、三里町、怪しいスポットでした。